はい、今ちょっと水を入れて待ってみたら、まあ、こんな感じでちょっと伸びてきました、はい、で最終的にはまあこんな感じでなっていったと思います。あとブラックライトでちょっと、はい、でブラックライトを当てるとこんな感じで蛍光物質が光ってとっても綺麗に見えます。はい、 OK です。はい、何でしたっけ最後はい、じゃあチョークを使ったはい、じゃあ今日はチョークを使った簡単な実験を、あとチョークを使った毛細管現象を利用した簡単な実験を行いました。ぜひ皆さんもやってみてください。